どうも、現在4連勝中、ライオンズファンの平八郎です。はい。今日は、夜勤が入っているため、生配信はありません。レビュー動画の方も、おそらく朝方か真夜中のアップになるかとは思います。あらかじめご了承くださいませ。というわけで、今日から、ライオンズは、沖縄セルラースタジアムで、ファイターズを迎えて2連戦沖縄開催。沖縄開催ですよ。ライオンズの先発は、平開馬ね。地元よ、地元ファイターズ相手に投げ込むわけですけども、現在ファイターズ2連敗ですね。ロッテに対して大変嫌な負け方をされています。このままずるずると、この沖縄開催、対ライオンズにさらに2連敗していただいて、ゲーム差をね、ライオンズはファイターズに対して、良いファイターズに対して 0.5 まで縮めたいところ、っていうか、今日試合始まる前までに、まだ 2.5 ゲーム差もあったのね。もう最近ね、もう、昨今のライオンズの戦いを見てて、順位表とかね、全然見てなかったんですよね。だいぶ開いてたのね、4連勝の前に。うん。この4連勝して、ファイターズも2連敗したのに、まだゲーム差が 2.5! 昨日仕事終わりに、ライオンズの勝利を確認し、ファイターズの敗北を確認し、ウキウキ気分でね、順位表見に行ったら、まだ 2.5 割やった、本当に。どんだけ負けてたんじゃん、お前ら、本当に。バカ誰が。遠いなぁ、ファイターズの背中が、こんなに遠かったとは、思いもよりませんでした。はい。もうだからね、ファイターズにはもう胸を借りる気持ちで、行かなきゃいけません。そんなファイターズの先発は、伊藤大海ですよね。伊藤大海なぁ、今シーズントータルで言えば、決して、調子は良くないんですけども、いかんせんライオンズに対しては、2戦2勝、防御率も 1.93。おかしいなぁ。まあでも、伊藤大海くん、あなたが今まで戦ってたライオンズとは訳が違いますよ。ね、全然打てなかったでしょ、ライオンズ。伊藤くん、うちにあの、覚醒した4番、そして、まばゆい光を放つドラ1ルーキー、蛭間拓也も合流したんですよ。伊藤くん、ちゃんと抑えられますかね。平開馬の防御率は 2.11。現在、規定投球回数は外れてますが、まあ、今日の彼らのピッチングで、また、防御率もね、規定投球回に乗っかり、トップに躍り出るんじゃないんでしょうかね。僕はそう信じております。平開馬よ、地元での凱旋登板。お前、見せどころだぞ。腕が燃えるだろう。もう今日はビュンビュン行っちゃってください。バシバシ押さえちゃってください。お願いいたしますよ。というわけで、本日の動画はこれで締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしております。インスタ、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら、ライオン。君が勝利の女神さ。